昔々、寒い冬空の下を一人とぼとぼと歩いていく男の姿があった。男の商売は茶売りで、他に細々とした品物も商いしておるのじゃった。ところがこの日はどういうわけか品物がさっぱり売れんかった。一日中歩いて全く売れんかった。男は日頃いかん田舎の方へでも回ってみるかと思いながら、道端に座って弁当を広げた。お地蔵さん、寒いですね。さて、男はこうして腹ごしらえを済ますと再び歩き始めた。ところが寂しい山道をとぼとぼ歩いているうちに、男はどうやら道に迷ってしまった。竹やぶを抜けると妙に明るい場所へとやってきた。ちらほらと梅の香りが漂った。ほう、いい匂いじゃな。なんと美しい娘さんたちが次々と梅の木のそばに現れ、男は娘さんたちの案内で娘さんたちの家へと連れて行かれた。私はこれが欲しいわ。私はこのかんざし。私は娘たちの母親です。どうぞ今夜はゆっくりと泊まってってくださいませ。そう言って男の品物をみんな買ってくれた。男はその夜、よう寝疲れなんだ。さて、その次の日のことじゃった。あんさまよう来てくださいました。ここは女だけの家ですから、どうぞゆっくりしててくださいませ。それに娘が4人おりますけに、誰ぞの婿になってくださいませ。男はこうして長女の婿となることになった。さて、こうして男にとって夢のような毎日が過ぎた。冬が終わり、再び暖かい春がやってきた。女たちは何やら朝から忙しそうに立ち働いておった。重箱にご馳走が詰められ、女たちは着飾った。さあさあ、はい。あん様、今日は日和が良いので娘たちを連れてお花見に行ってきます。すいませんが、お一人で留守番お願いしますよ。それからお一人では寂しいでしょうから、その時は家の蔵でも見ててくださいませ。4つある蔵のうち3番目まで見たら、あとは見たらいけませんよ。4番目の蔵は開けたらいけません。行ってまいります。女たちはそう言って出かけた。退屈じゃの。そうじゃ、蔵の中でも見てみるか。
これが一番目の蔵じゃな。何にもねえでねえだか。水。海か。懐かしいの。男は早速二番目の蔵へと移った。柿にもみじか。風流じゃのう。そして男は三番目の蔵へと移った。ちべてー、うー、ちべてー。こうして男はとうとう四番目の蔵へとやってきた。は、四つある蔵の中、三つまで見たらあとは見たらいけませんよ。四番目の蔵は開けたらいけません。男はそう言われると言われるだけ余計中が見たくなった。それに特別何かいいものが入っているかもしれん。男はとうとう我慢しきれず四番目の蔵の鍵を開けた。うぐいすか。うぐいすじゃ、綺麗じゃな。その時、ウグイスたちはぴったりと鳴くのをやめた。そして一斉に羽ばたくとどこかへ飛んでいってしもた。私たちとの約束を破りましたね。約束を破って四番目の蔵を開けましたね。私たちはここに住むウグイスだったのです。アン様が約束さえ守っていれば今までのように楽しく暮らせましたのに。今日は日和が良いのでみんなで元の姿に戻り遊んでいたのです。でもその姿を見られたからにはもう一緒にいることはできません。アン様もどこなと行くがよい。今までの美しい庭や池、
屋敷などもみんな消えてしもた。男は元の茶売りのまま放り出されてしもた。まだ風が身にしむ季節じゃった。